旧イオンダイレクトの本社が入居していた飛行新電、ビルヨンドットコム株式会社は、e コマースフルフィルメントや、通信販売などを行うイオングループの企業である。当社は、イオングループ内における e コマースフルフィルメントやウェブ、サイトソリューションサービス事業を担う、株式会社ヨンビスティを前身とし、2012年5月に、イオンリンク株式会社に、称号変更。 2015年12月に同じイオングループのイオンダイレクト株式会社を吸収合併した。イオンダイレクト株式会社は1999年に三菱商事株式会社の完全子会社として設立された株式会社デジタルダイレクトを前身としており、テレビショッピングやカタログショッピングを中心として行ってきたが2008年12月に締結された 三菱商事株式会社とイオン株式会社の包括業務提携契約の一環として2009年8月に第三者割当増資をイオン株式会社並びにグループ会社のイオンクレジットサービス株式会社が引き受けたことによりイオン株式会社の連結支会社となった。もともとイオングループには通信販売会社がなかったため連結支会社化により通信販売事業に進出した。 ことになる。2013年1月に三菱商事株式会社が保有していた全株式をイオン株式会社が取得した全株式をイオングループが保有することとなり、同年3月に称号を変更した。そして2016年4月に当社が運営する e コマースポータルサイトイオン c o m が正式にスタートしたことに合わせ、イオン .com 株式会社に称号を変更した。 当社は、e コマースポータルサイト、イオンドットコムや、キュレーションメディアサイト、リラモの運営と、ソクアなどの通信販売を主な事業としている。また、旧イオンリンク株式会社で開設した、イオングループのポータルサイト、イオンスクエアは、イオンドットコム株式会社に、社名変更後も継続して運営している。その他、e c o m m 事業の立ち上げから、オムニチャネル、 デジタルプロモーションの企画、プドカ設計などの運用支援を行う、ソリューション事業や、ネットスーパー店舗のオペレーションや、物流関連システムなどを行う物流、オムニチャンネルオペレーション事業も行っている。ありがとうございます。